どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのカズでございます。ちょっと今日速報です。今日は2022年の1月16日なんですけど、本日たった今ですね、ガズレシピに新しい曲の40曲の楽譜が追加されております。皆さん知ってますか、そもそもガズレシピって。ガズレレではですね、皆さんのスマホとかタブレットに入れられるアプリがあります。これですね、ガズレシピで、これはですね、その中でね、こうブロックになってるんですよ。で、なんと7ブロック目です。ボリューム7の塊ですんで、かなりね、そのね、ガズレシピの中だけでも、まあ、もう楽譜がね、もういっぱい見れるようになっております。1曲からでもセットでも、ダウンロードいただけるということになってますんで、ぜひチェックしておいてください。ちょっとまだ全然ガズレシピってよくわかんないという方、ひとまずここに説明書の、リンクの、貼っとく、概要欄にも貼っとくんでね、ちょっとそれ見てもらってですね、これね、めちゃくちゃ便利な機能ですから、自動スクロール機能とか、こういろいろ多機能なんです、とにかく。で、曲の内容はですね、そのアプリの入ってもらうと、どんな曲入ってるかってそれ見れるようになってますんで、ぜひぜひチェックしてみてください。で、このガズレシピの楽譜の特徴は、シンプル簡単バージョンとかっこいいバージョンの2バージョン楽譜入ってますからね。はい、最新曲から夏メロから、いろんな曲入ってますので、今日、ガズレシピ新しい曲40曲、新しいブロックボリューム7が追加されたよというお知らせを急遽しておりますよという動画でございました。引き続きあっちからこっちから楽しく音楽やっていきましょう。それでは皆さんごきげんよう。さよなら。